1927年頃の仙台市及び近郊地図。旧欧州街道沿いの包町と当社の周辺のみ、富士川の北側ながら、地域に含まれた。なお、仙台軌道は当社を迂回して、路線を敷いた。仙台東照宮は、宮城県仙台市青葉区東照宮にある、徳川家康を祀る神社。上皇3年に、仙台藩二代藩主。 伊てた宗が創建した。正式名称は、東照宮。明暦元年より三越棘を再行しており、2018年には、五千座365年を記念して行われた。仙台市都心部から見て、北に横たわる七北田丘陵の南部は、広瀬川の侵食により貸し乱を形成しているが、同丘陵から、 仙台平野に突き出した樹脂状丘陵の一つがその地理的に突な形状から玉出先と呼ばれている。この標高五十数メートルの玉出先に仙台東照宮があり、大玄団球面に社殿が造営され、断球崖を参道としている。参道前の鳥居周辺は、大玄団球面から約10メートル、低い仙台上町及び中町の両団球面であり、 ここには別当時の選択院などがある。門前から南に宮町通り、東六番町、清水工事が直線的に通じ、広瀬川を越えて、大都市寺山と相対する。徳川家康を祀る東照宮は諸大名が競って、誕生しており、現在でも全国に508社ある。東北地方では、広前藩が、源奈三年に造営したのを川切りに、合図がもうが、 元ン八年、鶴岡藩が、商法二年に造営した。慶長十一年、仙台藩祖、伊達政宗の長女五郎八姫は、徳川家康の七男、松平忠照に嫁ぎ徳川、伊達領氏の間に、隕石関係が生じた。また、慶長十三年に、政宗が、陸間森に認じられたとき、松平の野護を許された。元ン三年には、 忠宗のもとに二大将軍、徳川秀忠の幼女振姫が腰入れした。忠宗は、家康の娘し姫を正室と迎え入れる約束があったが、創生によりこの縁組がなされたのである。伊達政宗が、寛永13年6月に没すると、随放殿を造営した。同年10月仙台に大化があり、12月には、 若林の倉庫が消失資料内の検知庁は失われた。翌年6月には大洪水があり、仙台藩は財政難のため幕府に約10万両の借用を願い出た。これは24万国に匹敵した金額である。寛永15年には仙台城二の丸工事も着工した。これらの費用をまかない藩を豊かにするために行ったの。 開墾が奨励された結果仙台藩内は大いにいたが、明けた。幕府より借りた金子は、藩の旧場を救ったものと考えられる。江戸時代の祭礼、東照宮の祭礼は、藩主在国の時は、上下十八か町の出汁が出て祭りも賑わい、仙台祭と称された。江戸時代は9月17日に行われた。現在の祭礼以上の建造物は、女王三年総賢治のもの。 本殿以下の四棟は昭和28年3月に国の重要文化財に指定され、随心門は昭和55年に1月に追加指定されている。昭和52年から53年に、カラモントスカシベイの昭和54年に本殿の修理が行われている。東照宮の造営以前にあった神社である。天正19年、笠サ大ウ一期の鎮圧の木と徳川家康が、 天神社の境内で休息したことが、この地に東照宮を建てる縁になったという、東照宮建立のため、筒地が丘に移転した、天台州の寺院である。仙台東照宮の別当寺として創建され、江戸時代を通じて一体の関係にあった。仙台藩の筆頭寺であり、仙台藩の保護を受けていた平泉中村寺の総別当を兼ねていた。明治時代の神仏分離令で、 東照宮から分けられた。創建寺から今に伝わる本尊は、釈迦三尊で、日光菩薩、月光菩薩、十二神章とともに警物死作経、雪数の作である。千武院の蕎麦院として、万事三年に阿弥陀如来を本尊として建立された。文政元年に火災で焼失した。文久元年に再建され、この時上演坊大権限を合わせ祀った。 仙台東照宮の境内、山のふもとに祀られた小さな神社である。仙台市通社編山金星12001年文化財、建造物保存技術研究会、重要文化財東照宮本殿からモンスカ市米、保存修理工事並びに、災害復旧工事報告書東照宮1980年。ありがとうございます。